はい、今井丘陵公園にやってきました。チューリップが満開でございますね。もう満開は過ぎてますね、ちょっとね。それはまだまだ見れますけどね。はい、今井丘陵公園でございます。南エリアの 橋におるんですよね。今日は臨時駐車場が控えてますわ、ね、なかなかね、今日は大阪の方に、ね、行けないんでね、奈良にまでやってきました。大阪がね、ちょっと具合悪いんですね。このチューリップちょっと面白い色してるね、これ。チューリップ4月の初旬まで行くんだけど、まだ咲いてますね。祭りは今年なかったんでね、祭りは4月の初旬ということでね、もうここにもチューリップ咲いてますわ、ね、5万本だそうです。誰か数えたんかね。臨時駐車場に今日は入る、ここも入れたんでね、全然場所が違うとこから、南エリアからね、中央エリアの方に行こうか。あれなんだ、あれ鳩か、鳩の影やな。見えるかな、見えないな、まだ。琴美山古墳じゃ、これは流山古墳やった。琴美山古墳は全然反対側や。こんなことね、ここね、ここが休憩で施設がいっぱいあります。これね、これ流れの古墳ですよ、確かね。これこんな感じの全長が何メートル、80メートルぐらいだったかな、墳丘が。こんな大きい感じじゃないんだけどね。ちょっと上上がってみましょうかね。はい、ちょっと上がってみましょう。あ、ほやほや。これわかりますか、これほや。ね、中山君。はい。ちょっとお姉さん立ち止まりだったけどね。人ごと言っとるんでね。何言ってんやろ、思いやったやろね。いや、今日はもう10軒ぐらい回っとるから、これぐらいは。大阪に行けんかったんでね、今日。ちょっとね、大阪の方に行く予定だったんやけどね。四天王寺行きたかったんだけどな。四天王寺行って、それから、あと大阪城公園もちょっと行きたかったんやけどね。ちょっと行けなかったですわ。それと問屋さんもね、今日回ろうかなと思ったんだけど、なんか、タイミング悪くてね、富野さんも。先週でしたかね、ガラガラでしたわ。ね、それこれあって、あれだけガラガラやったらもう行きづらいね。お客さんよりも店員さんが多いんだよ。で、このコールデンの方がね、お客さん来ないということで、ね、こんな状況ですわ。日本経済大打撃やね、これ。奈良なんか全然ね、法令は発布されてまへんけど、コロナの。もう全然ですわ。ねえ、本当にね、あそこの大阪の人がね、全然来ないねんで、言うて。人通りないんでね、言うてあったんでね。ほんで、まあまあ、市場やからね、まだお客さん来てはりましたから、2月も。ね、2月末ぐらいからみんな言ってたけど。で、3月なり、まあ、3月からもう、ほんまにね、
3月末になったらもうほんまに、3月の中頃かな、もうさんさんなることになりました。人は通ってはんねんけどね、市場やから、な、何千人って来やんねんけど、帰ってきやんねん、店に。まあびっくりしましたけどね、こんな状況でした。ほんで4月になり日に1人とかね、2人とかね、こんなんや、そんな日々がね、今度も続いてるんですよ。で、ほんで、アマゾンとかなんかいろいろやったんだけど、ヤフーとかね、ヤフオクとか、こちらの方もね、まあ、初めて経験するぐらい売れないですわ。ね、びっくりしますよ。こんな売れない感じぐらい売れないですわ。ここにね、横穴があったんやね、粘土層でね。これやったんですよ。粘土かもね。これどっかで見たな。どっかで見ました。これね、写真どっか撮ってあったけどね。あれが、こういう運動でね。これ一般的な形はこんな感じだよ、本当はね。なんかね、古墳によってはね、前方こういうふうに、また形がいびつになってるところもありますわ。特にね、あるいは戦国時代の後ぐらいかな、あの城、戦国時代もそうか、城をね、大概作ったりしてね、前方こういうふうの中にそれがあったりして、やっぱり形が変わってますわね。そんなんです。今日また多いのお客さんこれや、ほら観光客を。先ほどどっか寄ったんですけど、どこ行っちゃう、どこ駐車場止めないと、もう思い出さんな、どこだった、ものすごい人で駐車場がね、止めれないね。どこやったっけ、びっくりしましたわ。それで奈良に来てもたんだけど、奈良のこの旨味丘陵公に来てもたんだけどね、車が止められんぐらいの、ね、人手ですわ。これ上がってくると海がこう見えますよ、これね。これね、ほらほら、きれいに降りないでしょ。上コンクリート打ってあるんだよね。コンクリートね、跳ねて。広いんですよ、この旨味丘陵公はね。ちょっと歩くだけで、一回、一日ぐらいかかって歩いたことあるんだけどね。午前中に南をこの辺回って、で北から回ったんで、すごい時間かかるんですか。で、この横に、横には、ね、池があるんですよ。大池が。あの池を上、あの池はね、二つあって上としたらね、鯉とか雷魚とかいっぱいおりますけどね。こちらからは、三輪山。何にも見えない。何にも見えませんわ。今でね、そう。ずっとね、これは何て言うの、埴輪って言うの、こんなの。いっぱい置いてるんだけど。こんな萌え子置いとったかな。下は、あの石をね、これコンクリ、コンクリ売ってるんだけどね、もともとこれをね、粘土でね、こういうふうにしてたみたいですね。だから粘土やから崩れるんだよね。粘土崩れますよ。ね、もう会社が休み、学校が休みやから、ね、ものすごく多いですわ。木曜日が店休みだね。木曜日よくいろんなとこ行くんだけど。まあどこでも混んでますわね、本当にびっくりしますよ。これがね、流山古墳でしてね、こういう感じであの古墳が作られたんだろうと言われてるんだけどね、
分かりませんけど、石を拭いてね、こんな石を拭いて、で横にこんな埴輪って言いますか、これこんな置いてね、こんなやつね、これなんだ、これこっちはもう土をかぶせるだけですよ、これね、こんな、これはね芝生になってるけどね、こんな感じで、ほら、これ折れないのか、前折れたんやけど、ここね氷とからね、こうずーっと吹いてんねんけどね、いっと赤になってますわ。ほら、こっちから回りましょうか。ほら、これね、この高さがだいぶ高いでしょ、これね。なんか全国で50万マネの、あの前方後円墳かな、大きい古墳のね、まあ近畿圏はほとんど回ったけどね、ほぼね、大体くるっとね、回る回りまで、ね、礼拝所だけやったら簡単やけどね、ずーっと回りましたわ。で見えたことが一個だけあるんやけどね、前方後円墳がいっぱいあるんだけど、あれがその辺の豪族が作ったいうて、お菓子の何か所かありますわ。こんな大きい古墳をね、豪族でかな、大体天皇のお墓としてね、なぞったのが多いんですけど、何か所かちょっと変なのがありますわ。宮内庁が管理してるとこはもう本当に綺麗でね、整備されてますわ。もうね、剣とか死ぬやつは緩いからすぐ中入りますわ。中入ってみたい時はね、ここはなかなかいいですよ。ここね、ここの古墳もね、形はこんな感じですね、基本的にはね、こんな感じが前方後円墳で、下に下の方がね、堀があって、普通ですよね。これも堀があったみたいなんですよね、今堀残ってないですが。堀どうやね、堀は。堀はったって書いてあるわけ。わからないね、これ。全体図。堀があったかどうかわからないね、これ。随分歩いたけどね、これ。この中随分歩いたんやけどね、これ左行って池に行くか。